はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、マスターデュエル安かったデッキランキング、こちらをね、ご紹介していこうと思っております。先日、まあ、先日でも結構前ですけど、高かったデッキランキングっていうのを作ったことがありまして、結構ね、ご好評をいただいておりましてね。で、安かったデッキランキングの方がどう考えても、まあ、皆さんのためになると思ったんですよね。まあ、当たり前ですよね。高かったデッキランキングの第1位とか、なんか UR のみデッキとか言って、なんかドヤ顔で紹介してるんですけど、誰が組むねみたいな話じゃないですか。誰も組めないみたいな話なんで、なので、まあ、安かったデッキランキングの方であれば、ある程度参考になる情報になってくるかなと思うんで、こちらをね、ちょっと、ご紹介していこうというふうに思っております。でですね、ランキングの計測基準なんですけども、SR をですね、まあ、1ポイントで、UR を、まあ、2ポイントと換算しまして、合計ポイント数が、低い、とても低いデッキを、まあ、高ランクとして位置づけをしております。で、あからさまなネタデッキみたいなやつがたくさんあるんですよ、僕の動画の中では。だいたい僕ですね、300個以上は多分デッキ作ってきてると思うんですけど、300個のうち多分250個くらいがね、クソデッキとかネタデッキになってくるんですね。なので実用性が皆無ということがありまして、なので、まあ、そういうデッキはですね、ちょっと一回除外しまして、まあ、フリー対戦またはランクマで、ある程度使える実用性があると判断したデッキのみをピックアップしております。で、レシピなんですけど、動画化した時点でのデッキレシピを元に計測してますんで、現在のカードプールでちょっと組んだら、若干構築異なるっていうパターンがありますけども、まあ、それは動画化時点でっていうレシピなんでご了承ください。はい。で、汎用カード込み込みで計算しております。裏とか同時とかあっても。はい。で、まあ、300個以上あるんで、抜けがあるかもしれませんが、ご了承ください。それでは早速行きましょう。11位はちなみに、軍艦勇者でした。これ新規がね、そろそろ赤シャリの軍艦ってやつが来るらしいんで、これは新規が楽しみといったところ。はい。第10位行きましょう。第10位は拷問トリックスター UR14枚。非常にね、ネタデッキ要素が高いデッキなんですけど、戦えなくはないぐらいの感じだったのでギリギリランクインさせました。UR はこのライトステージとあとキャンディランくらいなんですよね。あと一応そのテラフォーミングとかもありますけど、まあ、この辺がまあキーパーツになってきてて、それ以外はもう SR 以下になってくるんですよね。で、基本的に SR って余るじゃないですか。 SR玉って余るんですよ。見てください、僕の SR ポイント9915あるんですよ今。はい、 SR 余るんですよね。なので、まあ、SR はもうただに等しいということで諸説ありますけど、 SR はただに等しいということで、UR がメインデッキでもかなり少ない方かなっていう気はしますね。はい、まあ今回かなりふざけてますんで、この デッキのレシピがなんですけど、まあ、もうちょっと戦えるようにするためには、なんかその拷問部屋、まあ、拷問部屋強いか、巨大誘発とかにすると、もうちょっとそのトリックスターリンクモンスターとかで戦っていける普通のデッキになっていくかなと思います。僕の場合はもう先行で上切りしてっていうギミックにしてたんで、なんかそのキャンディラを毎回使い回すみたいなね、デュアルサモンとサモンチェーンみたいな消化圏めっちゃ増やすみたいなカード入ってますけど、まあ、ここは、まあ、サモンチェーンあった方がいいと思うけど、強いからなんですけど、まあ、この辺はね、もうちょっと抜いてね、なんか、もうちょい汎用的なパーツにしていただければ、もうちょっとトリックスター要素を増やして、普通に戦っていけるデッキになると思います。はい。続きまして、第9位。第9位はですね、クローラーですね。はい。UR、枚数が15枚とな、あ、16枚となってるんですけども、これね、こいつがね、N の性能じゃないんですよね。なんかね、デルスエクスクローラーっていうモンスターだけぶっ壊れてまして、こいつ、まあ、スキルドレインみたいなことしてくるんですけど、相手だけ。こいつがね、まあ、体感 SR 以上。まあ、UR でもおかしくないかなっていうレベルのモンスターになってるんですよね。で、一応メインギミックが天国の方が入ってる影響でちょっと高いんですけど、あと普通に増殖 CG とか入ってるんで、高いんですけど、これ最悪なくてもまあ、戦えなくないかなっていう、なんかハーピーの羽ボクシとか撃たれたら、もう最悪なんかもう、サレン出して次行けばいいかなっていうレベルなんで、トラップを守りたかったんですよね、一応。新風のバリアエアフォースで激キモトラップとか、あと、更新とか、この、傀儡とかを守りたかったんで、一応入ってるんですけど、まあ、ここなくても最悪いいので、もうちょっと安くなるかもしれないですね。はい。で、ここを抜くとすると、もうちょっとなんだろうな、汎用的な、うららとか入れてもいいと思いますし、
天空のわざわざ持ってないっていう人でも紙線とかだと思ってるから、多分紙線とか入れてもいいかもしれないですね。はい、エクストラはね、ドラゴンパッチメント用のヌトスとかがいるんで、そこだけちょっと高いかな。エクストラが高くなってる要因かなって感じがしますね、クローラーは。で、続きまして、第8位。はい、キモーイ結界像ビートはい、来ました。デッキもデッキ。結界像でビートダウンするっていうね、結界像ビートなんですけども、まあ、ちょっと デッキレシピが古くてね、バージョン 2.0 も作ってあるんで、なんかその最新、一応最新化のレシピあるんで、そっち気になる方はそっち見ていただければいいかなと思うんですけど、その時はね、このデッキ作った時は、なんかドラゴンパンチメントとかまだなくて、なんか、適当に神罠と、あと、なんか巨奪と、神父のバリア、刺さってるぐらいなんですけど、今だったら、ドラゴンパンチメント入れて、モンスター除去能力をちょっと増やしてあげるのがいいかなっていう気はしますね。はい。で、後ろ割られたら困るんで、天国の王が入ってる感じ。うん。まあ、ここが高いよね。結局、天国と神仙と神通が。まあ、こういう激キモデッキにはね、神仙と神通絶対いるんですよ。なんで、まあ、これはないとダメです。多分。このタイムのデッキはちょっと勝てない。まあ、ハーピーの羽帽子とかにされても結構困るしね。なんですけど、今だったら、もうちょっとなんか、強くなってると思うんですよね。このデッキって、何がいいかっていうと、そのギミックが成立すれば勝てるんですよ、ランクマのデッキでも。ランクマのお友達に対して、その環境デッキに対しても、その、決まれば勝てるっていう強さがあるところがいいところなんですよね。なので、激キモデッキが好きな方はね、しかもこれめっちゃ回すの簡単なんですよ。多分世界一簡単、このデッキ。だから、まあ、気になった方はぜひ、組んでいただきたい。うん。ちなみに嫌われると思うよ。嫌われると思うけどね。第7位はウィッチクラフトデッキ。これ安いですね。非常に。もう手札誘発をなんかもうなんか入れてても事故るかなと思って抜いたんですよ、確かこれ作った時。で、もう相手のその先行制圧盤面はもう一滴とか、まあ、ここ冥王結界やとかでもいいかもしれないね。今だったらね、確かその時持ってなくて、まだ作ってなかったけど、冥王結界部屋とか入れて、もう先行盤面崩しに行くとかでもあるだと思う。どっちにしても、いろいろですけどね。はい、で、メインギミックは芝刈りを、なんか、打っていくための構築にしてるんで、芝刈りが入ってますけど、これは多分必須ですね。なんですけど、まあ、アルルとかは最悪はなくても、なんとかなるかなっていう気はするんで、うららきついんで、墓穴は絶対入れないといけないですね。さすがにね、墓穴抹殺とうららぐらいはあった方がいいかもしれないね、デッキとしても。だからもうちょっと膨らましてもいいかもしれないですけど、ギミックとしてはとても安い。メインギミックとしてはこれもまた強化されるデッキだし、しかもなんかそのバイスマスターっていう融合モンスターが来るとかなり強くなるんですよね。なんで、今のうちに好きな方は組んでいったらいてもいいかなっていう気はします。はい。で、召喚獣のギミックってクソ安いんですよね。これめっちゃ安いんですよね。だって一番使うメルカバーとアウゴエイディスがこれ SR と R なんですよで、しかもアレイサー自身も SR で暴走魔法陣に至ってはもう R ということなんで、これかなり安いですよね。なので、まあ、召喚獣何々みたいなデッキはもういろんなデッキに使えるんで、このギミックは作ってもらってもいいかなと個人的には思います。はい、次第6位いきましょう。第6位は妖戦獣ネオニュース渡りパイセンのね、魂のデッキなんですけども、これメインデッキ衝撃の安さメインデッキこれ UR2 枚しかないじゃん、これすごっ。まあ、全体で13枚なんですけども、まあ、これまあハーピーの羽根僕先なくてもいいから、まあ、大爆発はあった方がいいですけど、もう最悪メインデッキが UR1 枚っていう構築できるかもしれないですね、このデッキねめちゃめちゃ安い。一応妖戦獣っていうのが怪獣対象いいんですよ。相手のモンスターバウンスできるんで、相手のモンスター背負ってからすぐ自分で返してっていうことができるんで、まあ、怪獣格闘みたいなことできるんですよね。なので、まあ、怪獣入ってますけど、まあ、もっと怪獣とか増やしてもらって、もう何手札やつなしでも戦えるタイプのデッキにはなると思う。ただまあ無効系が結構きついかな。無限保養とかエピソベアとかあっち系の結構カードが辛くて、召喚剣を使って召喚を連鎖していくテーマなので、まあ、手札誘発対策ちょっと厳しいから、まあ、強いかと言われるとまあいまいちかなっては思うけど、一応効果通っていくと結構先行でもね、バグースカーで立てられたりとか、あと単純にランク4って強いやついっぱいいますし、アーゼウス重ねてなんか困ったらぶっぱすればいいから、なんか悪くはないかなって感じはしますね。ランクマンとかだとあれだけど、まあ、結構そのこういうデッキで
あのイベント戦とかやって割とポイント稼いでる人とかもいたので、まあ、要戦銃はなんか安さと強さのバランスはかなりいいバランスなんかなっていうふうに思いますね。はい、続きまして第5位は超獣武者。これはですね、ゴンゲンザがパイセンの魂のデッキですね。フルモンスターとなってまして、まあ、一応裏が入ってますけど、あのね、超獣武者ってね、正直 ね、自分たちだけで妨害用意するのめっちゃ苦手なんですよ。その、まあ、一応一丁前にエクストラデッキに UR モンスター並んでるんですけど、こいつらが何するかっていうと、相手が基本的に何もしないんですよね。なんかね、まあ、ゴンゲンザカのやっぱそのキャラクター性が、まあ、そうしてるんですけど、相手を妨害するっていうタイプの人間じゃないんですよ、ゴンゲンザカって。なんかその相手のその展開とか攻撃を全部受け切ってなんかその展開していくタイプの人間なので、だからね、超獣武者ってね、あんまね妨害が用意できないテーマなんですよね、先行で。まあテーマ外を採用するとするとなんか例えばナチュルビーストとか、まあ、そういうモンスターで妨害を用意していくっていうのはできるんですけど、あとリンクモンスターとかね、なんですけど、自分たちだけでは難しいので、ちょっと、まあ、例えばウララでパワーちょっと頑張ってあげるとか、まあ、カーネル出して頑張ってパワー上げようとしてる形跡が見れますね、僕の場合は。まあ、ここが高くなってる要因です。はい、これがなければバカ安いですからね。パンクラ、カーネル、ウララこれ抜いてもらえば、メインデッキ、UR なしになりますので。めっちゃ安いですよね。まあ、ここが高くしてる要因であって、超獣武者だけだったらめちゃくちゃ安いと思います。まあ、エクストラもね、まあ、言うて別に武蔵2枚ぐらいなもんで、あと全部別にピンぐらいでいいですし、はい、安いです非常に。まあ強いかと言われると、正直そのランク馬のお友達と楽しめるかと言われると怪しいけど、まあ、なんとかね、こういうカードを使えばね、多分ね、怪獣とかこういうカードを使えばギリ戦えなくはないみたいなぐらいの感じかな。ゴンゲンズかファンはよかったら組んでみてください。続きまして第4位もファーニマルですね。ファーニマルはですね、まあ、融合テーマっていうのもありまして、あの誘発を積んでる余裕がなかったんですね、多分ね、この時ね、はい、積んでる余裕がなくて、もうもはや誘発何にもなくしてデッキ作ってたんで、だからまあ安いんでしょうね。メインギミックだってもう汎用パーツ以外全部 NR とかですよ。はい、まああのデスピアのギミックがちょっとあの高いぐらいで、 SR なぐらいで、ファーニマルデスピア自体はね、あ、ファーニマルデスピアじゃね、ファーニマルエッチインプ自体はめっちゃ安いんですね。うん、バカみたいに安いと。パーツが。だから、多分ね、これね、デスピアと、デスピアとかデスピアパーツ抜いたらね、もうほぼ SR 以下で組めると思いますね。ファーニマルエッチインプ自体は。はい。で、まあ、パワー的にはですね、先行あんまやることないですよね。ファーニマルって。だから、ちょっとね、高校デッキになっちゃうんですよ、基本的には。一応、相手側にやることとしては、その、エッチインプサイズっていうモンスターでフリーチェーンで融合して、その、ホエール出すっていうぐらいなもんで、ギミックとしてはかなり高校寄りになってるんですね。エッチインプっていうのは。エッチインプっていうか、デストイが、融合モンスターが。なので、まあ、今だったら多分、もうちょっと楽に融合を増やしてあげて、まあ、ミラージェードとか、あの辺のモンスター立てて、で、返しで、エッチインプで攻めていくみたいな構築がいいのかなと思いますけど、まあ、問題はやっぱちょっと属性が、その、まあ、エッチインプは闇なんですけど、その、ファーニマルとか、この辺がね、全部ね、水とか血なんですよね。だからね、闇とか光じゃないから、あんまその、楽園融合とかと、直接相性がいいかと言われるとあれなんで、まあ、ここは控えですけど、なんですけど、まあ、ちょっとなんか、属性が微妙っていうのがありますが、動かし方はかなり楽しいデッキなので、僕はかなり好きなタイプのデッキですね。はい、続きまして第3位。第3位はシモッチバーン来ました。ゴミデッキ、ゴミデッキのくせにそこそこ強いっていうクソうざいタイプのデッキですね。このタイプのデッキは、まあ、先行ワンキルしていく、先行っていうか、まあ、実質先行ワンキルか、2ターン目の相手のドローフェーズで勝っていくっていうタイプのデッキなんですけども、まあ、シモッチによる副作用っていうカードを使って、回復する効果、ダメージを与える効果にして、なんかそのこういうね、三味一択とか、運命の分かれ道とか、ギフトカードっていうなんかゴミみたいなカードを使って、これで相手のライフを回復させて、回復したらお前ダメージ受けろって言って、ワンキルするっていうタイプのデッキ。これは、まあ、先行取れなかったら、まあ、かなり負けるんですけど、先行取った時にハンド決まってれば、まあ、どのデッキでも勝てる可能性が、あるデッキなので、まあ、実用的なのかなと、思って一応ランクインさせました。まあ、ネタデッキの域は出ないですけど、
まあ勝率としてはね、ネタラキの中でかなり高い方なのかなっていうふうには思ってるんですよね、このタイプのデッキの中ではね。はい、でエクストラほぼ入ってないし、これなんでこいつだけ入ってんの俺わけわかんねえ。なんかエクストラ使わないですよほとんど。ギミックがもうあの副作用を発動してトラップカードかなんかでその回復させるだけなんで、基本的にはね。なんでまあ、ちなみにレフィケルっていうモンスターがあのシモッチの効果を持ってるんで、まあ、どっちか引きゃいいんですけど、これどっちか引いてて、であのトラップカードを連打するっていうだけ。はい、まあ、あの気になった方はね動画見ていただければと思うんですが、いまだにたまにランクまでも当たるレベルかな。だからたまに当たりません、たまに当たるんですよね脳死で結構回せるんでね、割とあの楽しいですから、皆さんもぜひよかったら組んでみてください。安いですし。続きまして第2位、第2位は立花神羅。これね結構楽しかったんだよなこのデッキ。まあ言うて誘発入ってないからさ、まああのちょっと高校がめっちゃ辛いっていうのは全然あるんですけど、もう完全にあの先行取って、展開していくように、組んであります。はい、手数が結構大事になってくるんですけど、立花ってやっぱそのめくれるモンスターが植物族だったりしないといけないんですよね、あの立花とか神羅のギミック、まあ、特に神羅のギミックが。なのであのもう回すためのカードだけ入ってますデッキの中に。なんか変なカード入れても事故るだけだから。だからまあこういうデッキはもうなんかその先行で自分のやりたいことを全部通して、でなんかドヤ顔でなんかいろんな強そうなモンスター並べて、まあ、制圧してるのが、まあ、唯一の勝ち筋なんじゃないかなと思ったので、まあ、こうしてるんですけど、はい、ギミックメインデッキに UR が本当これだけっていう話ありましたね。施し、まあ、こいつが、まあ、天使の施しみたいな感じで3枚ドローして2枚捨てるみたいな感じ効果なんですけども、まあ、これがあるくらいでなんかメインデッキのパーツがかなり安いし、加えて、エクストラデッキもまあまあ安いと。まあこの、ティアドロップちゃんとねストレナイちゃんはねちょっとどうしても必須になってくるんで、まあ、ここは入ってはできないですけど、あとこれアルセイも入った方がいいと思うんですけど、まあ、この辺のモンスターぐらいなもんで、あとのなんかこの展開に使うようなオレイヤとか、まあヒルミミヤとかは SR なので安いですし、今後強化されますリッカは。もうちょっとなんか強いねあのトラップカードが来たりとか、あとあのあれあのセリオンズもね結構植物毒をあのサポートしてくれるモンスターとかいて、なんかねちょっと強化される予定あるんですよリッカは。なので今気になった方はぜひね組んでみていただきたい。まあ、このねティアドロップちゃんのイラストがあまりにもティア1なんで、はい、なので、まあ、気になった方はぜひ組んでみていただきたいというふうに思ってます。はい、最後第1位はカーディアン。お前かーいいやお前かーいっていうね見てあのメインデッキもうなんか汎用以外全部 SR 以下なんなら N ほぼ N カーディアンっていうデッキの都合上ですね、手札誘発なんていうカードを入れてると事故るんですね。これカーディアンってどういう効果を持ってるかというと、自分はドローして、でそれがカーディアンだったらなんかするっていう効果があるんですけど、ギミック外のカード、メインギミック外のカードを入れてると事故るんですね。まあ、一応だからあの増援とか死者蘇生はあの 打てたら強いんであれですけど、入ってますけど、もうほぼメインギミックだけなんですよデッキの中に入ってるのは。これはねしょうがないです。もうカーディアンはデッキトップがカーディアンじゃなかったらめっちゃ弱いから、まあ、こういう風にしてたら言えないので、まあ、これはね正当性のある、汎用カードなしの構築になってますね。はい、で竹なんか UR9 枚とかいうなんか一丁前にね書いてありますけど、これ何かというとこれですね、ここのあの エクストラデッキのカードが UR なだけ。これね分回るとね、なんかね3体出るんだよね。なんかクソ分回るとなんか先行で3枚出るとかあるんですよ。まあ相当分回らないといけないんですよねその場合は。うん、あの5貪欲な壺か貪欲な壺2回ぐらい打つみたいなね、そういうあの感じで動かしていかないといけないですけども、回るとそういうことが起きるんで一応3枚入ってるんですよねこの辺のモンスターが。だからまあそこが高い理由かな。うん、まあここだけです、ここだけ。本当に見てメインデッキすごいでしょほとんど N だからね。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもね人生は一度きりですから、勝つ日もあれば負ける日もある。負けて恥じず、勝っておごらず、すなわちレッツエンジョイ。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。